はい、カバーチェブクロカッパ園長です。さて、じゃあ次もね、どうということはない他愛もない食べ物のお話なんですけども、この間あなたにね質問なんですが、トマトありますよね。トマトってジャンルで言うと野菜ですかね、それともフルーツですかね。まあなんかこんなような話題がね、海外でなんだろうな、ザ・ジオグラフィー・オブ・ベゲタブル、あ、これベジタブルでしたっけまあどっちでもいいんですけど、なんかそんな映像があって、その内容に対してなんかちょっとね、例えばそのね、野菜なのフルーツなのとかね、生でトマトを食べると美味しくなくなくないみたいな話とか、生で食べるトマト美味しいよとかね、でなんだかよくわかんないですけど、カリフラワーなのかブロッコリーなのか、どっち優れてるのはどっちだとかね、なんかその野菜にまつわるなんかそういうお話が白熱してたっていうので、一応これ URL 載せときますけれども、あんまりなんかふーんって感じじゃないですかね多分ねまあ要は野菜のこの地理、生産地かな、野菜の地理を説明する動画って書いてあるんですけど、野菜の地理ってなんだろう。生でトマトを食べると美味しくない、っていう言葉が登場したのをきっかけに、まあなんかコメント欄がね、なんか炎上したらしい。いや、そんなことはない。いや、そうだみたいな。うん。まあどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど。あ、でも日本国内にもあれですよね。僕の周りにもトマト苦手な人って結構いましたね。昔から。うん。まあ僕はあの普通に食べれるんですけど、むしろ好きな食べ物のうちの一つって言ってもいいかもしれない。別に毎日出されれば毎日普通に食べるんですけどもね。でもなんかこう青臭いのが嫌だとかね、なんかあのぐじゅってなるあの感じが嫌だとか、あとなんだっけな、僕昔のそのなんだろう、知り合いで知人で、あの沖縄出身の島袋くんっていう子がいて、彼はなんかトマトには砂糖かけて食いますよねって、なんかそんなやり取りを覚えてますけどね。まあそう考えるとね、場所地域によってはフルーツ扱いなのかなっていう気がしなくもないですけども。さて、じゃあここから海外の反応ですかね、ちょっと見ていきましょうかね。フレッシュトマト美味しいじゃないですか、なんでまずいなんて思うのかなとか、で生のチェリートマトとても美味しいじゃんとか、美味しいトマト食べたことがない人なんだね、かわいそうとか、トマトが野菜だってなんてこった、あ、え？海外だと何？これはフルーツ扱いなの？トマトって。なんか、名前、種類の名前でね、フルーツトマトみたいな、そういうなんかポジション、なんかちょっと糖度が高めのやつ。それなんか品種改良したような、なんかちょっとお高い。ね、でもなんか味は、どうだろうな。まあまあまあ、悪くはないトマト。日本でも売ってますよね。ああいうのを言ってるわけではないもんな。で次、誰もが生のトマトについて話してるけど、カリフラワーはブロッコリーより優れてると彼が言ったという事実に誰も触れないのとか、ジャガイモは最高の野菜です、は同感だ、まあ、ジャガイモ好きな人もね確かに結構多いですよね。トルコ人として生トマトに対する批判は許せない。ん、トルコではトマトは生で食べるのがなんか流行ってるんですかね。次がヨーロッパでは生トマトスライスしてサラダやブルスケッタのような他の野菜と一緒に食べるのが一般的です。で次、私は生のトマトが好きな 1%、 もちろんスライス。でもトマト生で食べる、トマトを生で食べる人って何、 1% しかいないんだ。そんな少数派とは思いませんでしたね。で次が野菜の地理パート2制作してください、まだ野菜について語り尽くせていないベジタリアンの人かなこの人は、アメリカのトマトとても美味しいよ。そうなんだ、オクラは西洋料理になりませんでした。アメリカ南部全体があなたと話したいと思っていますまあこれはあの映像の内容についてですかね、果物は野菜です。なんだって、果物は野菜の一部だっていう、そういう主張をされてるってこと？動画の中で、トマトを生で食べることもできますが、それはちょっと粗雑です。地球上のすべての文化、あなたの場所を知りたがっています自家栽培のトマト最高に美味しいよとか、輝かしいジャガイモ、確かに最も素晴らしい野菜、生のトマトは私の毎日のおやつです。キュウリ好き。僕も小学生の時なんか夏なんかね、当時一緒に暮らしてたばあちゃんがなんか畑やっててね、決して形か見た目はね、見栄えはなんかあのスーパーで並んでるようななんかシュッとまっすぐのキュウリとか、
もう丸くてなんかこう形が整ったトマトとかそういう感じではないんですけど、味は美味しかったですね。まあ畑で採れたてだったんでね、うん、確かになんか夏場小学生低学年ぐらいの頃までかな、なんかおやつ代わりにねトマトとキュウリ出されたことは確かにありますね。うん、で輝かし、ん違うな、なんだっけ、アトラスプロがアップロードされた日はいい日、ちょっと言ってる意味がよくわかんないな。唐辛子の歴史が全くカバーされてなかったのは残念。南米で最初に発見されて東アジア料理の定番になったんだよとか、自分で育てる生のトマト素晴らしいです。リンゴのように食べるのが大好き。うん、それはわかる。うん、どうでしょう、ご覧になったあなたはトマト苦手な人ですかね。まあ別にそれについてどうこう言うつもりはないですよね。ちなみに日本のこのフルーツトマトは多分ね最高の美味しさじゃないですかね。いや、もちろんトマトが好きな人の中でってことですよ。ね。まあ、もう糖度の高さと、あと値段の高さですかね。いや、でも僕はそのね、お金出して食べる価値はあるんじゃないかなとは思います。うん。で、なんかカリフラワーとブロッコリーの、なんかあれですかね。栄養価みたいなことを、なんかそういう内容もあったんですけども、どうですかね、食べ慣れてるといえば、なんだろう、なんか鶏胸肉とブロッコリーみたいな食べ方をさせる、なんかそういうウーバーイーツでもそういうお店かなりいっぱいあるんで、まあ、食べ慣れてるといえばブロッコリーですけど、でもカリフラワーが嫌いなのかって言ったらそんなこともないんで、うん、まあ別にどっちもどっちかなーって。さて、じゃあ宿題行きましょうかね。誰もが納得する太ってしまった言い訳を考えてくださいでしたよね。たくさんの人どうもありがとうございました。豚のプーさん、コロナのせいで在宅勤務プラス外出禁止、わかりますね。ジムリジンジムさん、週1断食してたんですが、血液型 B 型には向かないと書いてあったんで、やめたら太りました。あ、そうなんだ。俺も B 型なんだよな。で、名前はないさん、子供の食べ残し捨てるのもったいなくて、今は貧困で1日2食も満足に食べられない家庭もあるとか。で、枕龍之介さん、とあるダイエット法を始めて体重を20キロ落としたまでは良かったが、調子に乗ってタバコをやめたので生活バランスがすっかり狂って、それがスーパーリバウンド引き起こしてマイナス25キロから一気にプラス30キロまで、体重を増やしました。新国土防衛、隊長さん、太る言い訳は幸せ太りだと思います。コジーさん、実話ですが、ふるさと納税でお肉野菜だとすぐに食べないと腐るから、毎月10キロのお米を送ってもらっている。お米も早く食べないと美味しくなくなるんで頑張って食べてますが、これがなかなか減っていかない。つい食べきらないと次炊けないし、また次の月には10キロ来るんで頑張ってコロナ禍の中、うちご飯してたら太りました。まだまだお米あります。ふるさと納税ね、確かにね。赤目さん、太った理由は酒、特に日本酒、肝臓部に脂肪が、休肝日を2日にするか夜が長くなるんだ。アルフさん、脳梗塞患い、治療過程で血圧安定させるために安静にしたこと、今までやってた運動を安全のために控えるようになったらブクブクになった。桜さん、ちょっと思うところあって、太るメカニズムというかその過程っていうか、そういうのに興味持ったんで、で実際体感してみようと思って今その最中。でめぐみこさん、筋肉体質の体づくりに集中しているので筋肉がたくさんつきました。お見せすることはできませんが、くりさん、こもり生活で間食ばかりしてたから太りました。ちょっと霜降り度合いが強くなっただけで合わさ、なるほど。ミック・リチャードさん、タバコやめて代わりにコーラ飲んで太りました。今は65キロまで痩せました。英徳寺院太郎さん、ある程度の年齢になったら、多少太ってる方が貫禄があっていいんです。しかも顔のシワが減って若く見えるんです。神谷翔、慎吾さん、気圧が下がったせいで体が膨らんでいるんだろう。睡眠さん、ズバリ園長が2日に1度ぐらいの頻度でご飯ネタを投下してくるから。ピザ、ラーメン、ポテトフライ、ザ・太る情報提供を園長が配信してるのを見ながら、苦しんでエアロバイク漕いでます。
今日なんか餃子の話ぶち込みましたけどね。で、変なヒルさん、ウーバー美味しすぎて、いやーわかる、そうウーバーのせいだ、うん。で、誰か言うなと思ったら最後の最後ね、うん、あもう一件ありましたね、アザラシさん、何でも手作りするのにハマって毎日大量にパンやベーコン魚の燻製などを食べ続けたから、大体たっぷり作れちゃうんですよね、お裾分けするのも気が引けるし、まあコロナですからね。なるほど、いやーやっぱウーバーですよ、ウーバー、あいつのせいだということでね、たくさんの人どうもありがとうございました。さて、じゃあ今日は、じゃあ今日の宿題はもう完全にギャグですかね。もうなんかもう見た瞬間笑っちゃったんでこれにしました。これもね、知恵袋からですかね、タコライスありますよね。タコライスのタコって何ですか？さあ、じゃあ宿題、お答え待ってますよ。ということでまた明日お会いしましょう。それではごきげんよう。